アリアでアリアリでございます。この挨拶どうしようかな、やめようかな、まあいいや。はい、ということで、今日はですね、僕が去年捕獲した、ヤマクロヤマアリ、通称レマニちゃんですね。僕がちょっと可愛がってるコロニーでございます。この子は特別枠でね、このコロニーだけを追いかけていくっていうシリーズになっておりますので、で、はい、ちょっと拡大してみますか。はい、こんな感じになっておりますが、比較的元気で産卵も始まって、越冬も開けております。ちょっともっと拡大してみますね。はい、こちらは女王アリですね。元気でございます。お腹もぷっくりして状態は良好かなと思っております。ただ、ただというか、まあ、産卵も始まってますね。はい、ここ卵、山あり系はね、成虫越冬型なんで卵があれば、これは今年に産卵したやつっていうことなんですが、去年ね、実子が生まれたんですが、その生まれた実子ちゃんがですね、いなくなってて、多分ね、死んじゃったっぽいかなって思ってるんですけど、いればね、すぐわかるんで、明らかに黒山アリとはね、ちょっと違うんで、いなくなっちゃってるんで、おそらく死んじゃったのかなって思ってます。だからね、やっぱ温度なのか、何なのか、その辺問題なのかなと思ってますが、今年こそはね、ちょっと増やしていきたいなと思ってる感じでございます。はい。はい、これ、こちら卵を拡大した映像になっております。綺麗ですね。10から20ぐらいは産卵してますでしょうか。お姉さんアリが面倒を見ております。何してるの？グルーミングしてるのかな？なんか続々と集まってきておりますね。はい、こんな感じになっております。この頃にはですね、高山種なんでね、この頃にはですね、高山種なので、高い温度というか、あったかいのはあんまり好まないと思われるので、ちょっとね、愛知に引っ越してきて温度管理なんかね、ちょっと気をつけなきゃなと思ってはおりますが、その辺もね、ちょっと対策しながら、ちょっと様子見ていきたいなと思っております。はい。はい、女王アリちゃんでございますね。ツヤツヤボディでございます。はい、ということでちょっと短いですがね、レマニちゃんのご報告でございました。それではご視聴ありがとうございました。アリアリでした。